ダイヤモンドは炭素の同素体の一つであり、実験で確かめられている中では天然で最も硬い物質である。日本語で混合石とも言う。ダイヤとも略される。結晶構造は多くが8面体で12面体や6面体もある。宝石や研磨材として利用されている。ダイヤモンドの結晶の原子に不対原子が存在しないため電気を通さない。 地球内部の非常に高温高圧な環境で生成されるダイヤモンドは定まった形で算出されず、また、角張っているわけではないが、そのカットされた宝飾品の形から、ひし形、トランプの絵柄、野球の内や、記号を指して、ダイヤモンドとも言われている。ダイヤモンドという名前は、ギリシア語のアルファデルタミューアルファに由来する。イタリア語、スペイン語、ポルトガル語では、アマンテ。 フランス語では、ギアマン。ポーランド語では、ダイヤメント。看護表現では、混合石という。ロシア語では、というよりは、税という方が普通であるが、これは特に磨かれていないダイヤモンド原石のことを指す、場合がある。磨かれたものについては、で総称されるのが普通。4月の誕生石である。ロシア連邦サハ共和国、ウダチナや鉱山ダイヤモンドは、マントル起源の火星岩である。 キンバーライトに含まれる。キンバーライトの貫入とともに、マントルにおける高温、高圧状態の炭素が地表近くまで一気に移動することで、グラファイトへの相転移を起こさなかったと考えられている。このため、ダイヤモンドの産出地は、キンバーライトの認められる地域、すなわち安定陸海に偏っている。ダイヤモンドの母岸であるキンバーライトは、 古い地質構造が保存されている場所にしか存在せず、地質構造の新しい日本においてダイヤモンドは産出されないというのが定説とされてきた。しかし2007年、1マイクロメートル程度の極めて微小な結晶が日本の愛媛県四国中央市産室の観覧岩から発見された。ダイヤモンドの産出量が多い国2004年時点の 総産質量は1億5600万カラットであった。国別の生産量を以下に示す。ロシア3560万、ボツワナ3110万、コンゴ民主共和国2800万、オーストラリア2062万、南アフリカ共和国1445万、カナダ1262万、アンゴラ600万、ナミビア200万、中華人民、共和国121万、ガーナ100万、上位6カ国。 すなわちロシア、ボツワナ、コンゴ民主共和国、オーストラリア、南アフリカ共和国、カナダだけで世界シェアの90%を占める。ダイヤモンドの採掘は古くは交渉の近くの河原などの二次交渉でボガンから流れ出した鉱石を探し出す方式が主流であった。1867年にオレンジ自由国と英領ケープ植民地との国境付近で ダイヤモンドが発見され、その東隣にダイヤモンドの交渉たるボガンがあると地質学者が突き止めたことで方式が変わった。そのボガンのある地域はキンバリーと名付けられ、ボガンを粉砕して大量の岩石を処理し、その中からダイヤモンドの鉱石を探し出す方式が囲碁主流となった。キンバリーの最初の交渉には現在ビッグホールと呼ばれるお穴が開いており、 観光地となっている。この、キンバリーの交渉の中からデビアス社が産声を上げ、ダイヤモンドの世界市場を支配することとなった。1967年には、独立したばかりのボツワナ共和国北部のオラパ、鉱山において大交渉が発見され、その後も次々と交渉が発見されたことで、ボツワナが世界2位のダイヤモンド生産国となり、その利益によってボツワナは、 アフリカの奇跡と呼ばれる経済成長を遂げることに成功した。詳細はダイヤモンドの物質特性を参照ダイヤモンドの屈折率は2.42と高く内部での全反射が起こりやすい。またダイヤモンドのカットとしてよく用いられるブリリアントカットでは光を当ててその反射を見るとき次の3種類の輝きの相乗効果となり美しく見える。 シンチレーションチカチカとした輝き。表面反射によるもの。ブリリアンシー白く強いきらめき。ダイヤモンド内部に入った光が比較的少ない回数の反射をして戻ったもの。ディスパーション虹色の輝き。ダイヤモンド内部に入った光が反射を繰り返し、プリズム効果によって虹色となったもの。ダイヤモンドの硬さは古くからよく知られ、工業的にも 研磨や切削など多くの用途に利用されている。ダイヤモンドは天然の物質の中では最高クラスのモースコード10、ヌープコードでも飛び抜けて硬いことが知られている。ビッカースコードは種類によって異なり70から 150GPA である。ただし、ダイヤモンドより硬い物質はいくつか知られている。他の宝石や貴金属類と触れ合うような状態で持ち運んでいると、 それらを傷つけてしまうことがあるので配慮が必要となる。宝石の耐久性の表し方は他にも、人生という割れや欠けに対する抵抗力などがある。人生は水晶と同じ7.5であり、ルビーやサファイアの鉢よりも低い。よくダイヤモンドは対衝撃性に優れているような印象があるが、鉱物としては人生は大きくないので緩やかに加重されていく圧力に対しては、 高い強度を持つが、瞬時に与えられる力に対しては弱く、金継いで上から叩けば、粉々に割れてしまう。また、三次元性の結晶構造なので、グラファイトなどに備わっている、自己潤滑性はない。ここで言う安定性とは、薬品や光線などによる変化に対する強さのことで、ある。ダイヤモンドは、硫酸や塩酸などにも変化せず、日光に長年さらされても変化は起きない。 熱力学的には、摂氏25度105パスカルの下で、エンタルピーで1.895キロジュールマイモル、ギブス自由エネルギーで2.900キロジュールマイモルそれぞれグラファイトより高く不安定であり、摂氏27度では約1万5千気圧以上の高圧下で安定となる。ただし、常温常圧において、相互の転移速度は観測不能であるほど十分に遅く、 常温常圧では、純安定状態とされる。ダイヤモンドより硬い物質、編集ダイヤモンドの炭素原子が一部窒素原子に、置換された、立方症窒化炭素は、ダイヤモンド以上の高度を持つ、可能性があると予測されている。さらに、六方症ダイヤモンドとの別名を持つロンズデイライトは、ダイヤモンドよりも58%高い高度を持つ、ことが計算により予想されている。 人工素材と含めると2009年時点で存在するダイヤモンドより硬い物質はハイパーダイヤモンドで市販の多結晶質ダイヤモンドの3倍程度の硬さまた同程度の硬さの物質は超高度ナノチューブがある詳細は超高度材料を参照ダイヤモンドの結晶構造0.15ナノメートルイコール1.54ダイヤモンドの結晶を回転したところダイヤモンドの硬さは 炭素原子同士が作る共有結合に由来する。ダイヤモンドでは一つの炭素原子が正四面体の中心にあるとすると、最近説の炭素原子はその四面体の頂点上に存在する。頂点上の炭素原子それぞれが SP3 混成軌道によって結合しており、幾何的に理想的な角度であるため全く歪みがない。その結合長は1.54である。 この結晶構造を持つダイヤを立方症ダイヤと呼ぶ。一方で炭素の同素体であるグラファイトは相乗の六方症構造で、層内の炭素同士の結合は SP に根性軌道を形成している。この層内では共有結合を有し、結合力は比較的強いが、相関はファンデルワールス結合であるため弱い。六方症の構造を持つダイヤも存在するが、不安、 純粋なものはダイヤモンドよりも硬いことが予想されるが、その性質はまだ分かっていないことも多い。ダイヤモンドには一定の面に沿って割れやすい性質がある。ダイヤモンドは普通の物質や道具では傷つけられないと思われているが、結晶方向に対する角度を考慮して瞬間的に大きな力を加える、燃焼などの化学反応を人為的に促進するなどの、 方法で容易に壊すことができる。また、傷があれば、カッターナイフを当てて軽く手で叩くだけで割れてしまう。合成ダイヤモンド熱伝導性も、参照ダイヤモンドは熱伝導性が非常に高い。これは、原子の熱振動が炎となって結晶中を伝わりやすいことによる。触ると冷たく感じるのはこのためである。ダイヤモンドテスターはこの性質を利用して考案され、 ダイヤモンドの類似石から識別できる道具だが合成もあっさないとだけは識別できない。12C と 13C では炎の振動数が異なり混在は炎を散乱させて熱伝導の妨げとなるため 12C だけで合成された人工ダイヤモンドは天然ダイヤモンドより熱伝導が高くなる。CVD 人工ダイヤモンドの薄板を手で持って氷を切るとスパスパと切れる。 それほどダイヤモンドが熱伝導性に優れるという。バンドギャップは室温で5.47イブであり、新生半導体として絶縁体だが、不純物を添加することによる不純物半導体化の試みがなされ、放素添加により P 型、輪添加により N 型が得られている。その物性により、現在よりもはるかに高周波、高出力で動作する半導体素子や、 バンドギャップを反映した新紫外線 LED が実現できるのではないかと期待されてきた。現在、自由霊気子による波長235ナノメートルの発光がダイヤモンド PN 接合 LED により物質材料研究機構と産業技術総合研究所から報告されている。バンドギャップの温度依存性については報告があるが、 半径減速による計算式で用いられているデバイ温度については、負の値が当てがわれたり、式自体を意味のあるデバイ温度を用いるために修正したりして報告されており、未解決になっている。P 型半導体ダイヤモンドでは、放素点加濃度が千二十一センチメートルマイナス三以上で極低温で超電導となることが報告され、半導体による超電導現象として、 現在左官に研究されている。また、1019cm-3 以上では、電気伝導が、バンド伝導からホッピング伝導、そして、濃度の上昇とともに活性化エネルギーがほとんどない、金属的伝導になることが知られている。この不純物濃度と不純物順位との相関についても、不純物バンドやモットの金属、非金属転移と絡めて研究が進んでいる。 このような半導体としての基礎的な議論が可能となってきた現在のダイヤモンドの半導体としての品質はシリコンと互角であると言えるが制御性は今後の研究開発がさらに必要であるダイヤモンドは油になじみやすい性質がありこの性質を利用してダイヤモンド原石とそうでないものを分ける作業もあるジュエリーとして 身につけているうちに皮脂などの汚れがつくと油の膜によって光がダイヤモンド内部に入らなくなり輝きが鈍くなる。中性洗剤や洗顔料などで洗うと油が取れて輝きが戻る。逆に水には全くなじまず弾いてしまう。EN ダイヤモンドカラーも三章イエローダイヤモンドダイヤモンドは無色透明のものよりも黄色みを帯びたものや褐色の場合が多い。 結晶構造の歪みや窒素、ホウ素などの元素によって着色する場合もある。無色透明のものほど価値が高く、黄色や茶色など色のついたものは価値が落ちるとされるが、ブルーやピンク、グリーンなどは希少であり、無色のものよりも高価で取引される。また、低級とされるイエローダイヤモンドでも綺麗な黄色であれば価値が高い。二0 1年に南アフリカで発見され、 サンドロップと名付けられた110.03カラットのイエローダイヤモンドにサザビーズは西洋なしの形をしており装飾的で光り輝くイエローダイヤとしては世界最大と賞賛最も希少で最も魅力的なファンシービビットイエローの関係書を付けたこのダイヤは2011年11月ジュネーブで行われた競売において1000万スイスフランで落札された 20世紀末頃から内包するグラファイトなどにより黒色不透明となったブラックダイヤモンドがアクセサリーとして評価され高級宝飾店ティファニーなどの宝飾品に使用されている放射線処理により青や黒い色をつけた処理石も多い最近ではアップルグリーン色のダイヤもあるがこれも高温高圧によって着色された処理石であるまた無色のダイヤモンドに 別の物質を定着することでコーティング処理した安価な処理石もある。ダイヤモンドの品質を知るための指標として GIA が考案したもの。色、透明度、カラット、カットによって品質を評価する。ラウンドブリリアントカットに対してカット評価がされるので他のカットの場合、カットの種類しか鑑定書に記載されない。詳しくは4 c を参照。近年は ダイヤモンド自体のスペックを測る 4C ではなく、見た目の美しさによって価値を乱す指標を考えるなど、その存在価値が見直されている。0.17カラット以下の小粒なダイヤモンド。宝飾品においては中石を引き立てるために周囲に散りばめられるなどの利用をされる。カリナムは1905年に南アフリカで発見され、カット前の原石は3106カラットもあり。 これをカットすることで合計1063カラットの105個の宝石が得られた。これらは当時のイギリス国王であるエドワード7世に献上されている。105個の中で最大のカリナンアイは530.20カラットで意外なアフリカの星の別名を持ちカットされたダイヤモンドとしては長らく世界最大の大きさを誇っていた。カリナンアイはロンドン島内に展示されており 見学することができる。現在、世界最大の研磨済みダイヤモンドは、ザ・ゴールデン・ジュビリーである。この石は545.67カラットあり、国王ラーマ九世の治世50周年を記念して1997年に、太陽室に献上された。その他、写真に示す有名なダイヤモンドについて記す。グレート・ムガル、フランスの宝石賞タベルニエの旅行記に記された。 伝説のダイヤモンド。原石の状態では787.50カラットあったとされ、事実とすれば、その当時世界最大だが、わざわざベネツィアから呼んだ、カット職人がカットに失敗し280カラット余りに、その後の行方は不明。卵を半分に切ったような形、といった記述からオルロフと同じではないかと考える、研究家もいる。リージェント、インドさん。 わずかに青みを帯びる。グレートムガルから切り出されたのではないかと考えられている。140.64カラット。ルーブル美術館像。フロレンティン、インド産のイエローダイヤモンド。137.27カラット。長年トスカーナ大公家に所蔵されていたが、その後、所有権がハプスブルク系へ移る。ハプスブルク最後の皇帝が、 衛星崩壊時に持ち逃げした後、現在まで行方不明。南の星、ブラジル産、128.48カラット。2002年に著名なフランスのブランド、カルテー社が購入した。その後、去るインド人の個人所有物になったらしいが、真相は不明。フロレンティンサンシー、インド産、かすかに黄ばんだダイヤモンド、55.23カラット。ルーブル美術館像。 ドレスデングリーン、おそらく、インド産のグリーンダイヤモンド。41カラット。ドレスデン美術館像、コイヌール、ムガル定室に伝来した、歴史的に最も古い有名なダイヤモンド。186.0125カラット。ホープ、おそらく、インド産。サファイアのようなコアのダイヤモンド。所有者が次々に、不慮の事故で死亡するという。 呪いの宝石の都市伝説で有名。45.52カラット。アメリカ合衆国国立自然史博物館像。ホイヌール、インドのマハラジャから、イギリス東インド会社を経て、イギリスのビクトリア女王へ献上された後、夫のアルバート公が、オランダの研磨業者にブリリアントカットに仕立て直しを、明示、重量が105.602カラットに減少。 現在もイギリス王室が所蔵しており、ロンドン島に展示されている。リージェントコイヌールさらには有名な宝石の一覧、ダイヤモンドも参照。詳細は、紛争ダイヤモンドを参照紛争ダイヤモンドは、紛争地で採掘され密売されるダイヤモンド。1990年代に、冷戦構造の崩壊とともに、各地の反政府組織への東西両陣営からの武器援助が途絶え、 新たな財源を求めた反政府組織がダイヤモンド利権に目をつけたことから大きな問題となった。反政府組織の財源となり、紛争の拡大、長期化の原因となる。シエラレオネ、リベリア、アンゴラ、コンゴ民主共和国などで採掘されたものが特に問題となった。これらの国で悲惨な内戦が激化するに従って、国際的に取引を禁止する動きが起き、 1998年のアンゴラからのダイヤモンド輸出を禁じる国連決議などを受け2000年7月19日にはアントウェルペンで開催された世界ダイヤモンド会議によってダイヤモンド輸出入の認証制度が提案され2001年1月17日から1月18日にはそのための新組織ワールドダイヤモンドカウンシルが結成されたそして2002年11月に 紛争地からのダイヤモンド輸出入の禁止を目的としたキンバリープロセス認証制度が制定された。詳細は合成ダイヤモンドを参照19世紀末のアンリモアスさんの実験などダイヤモンドを人工的に作ることは古くから試みられてきたが実際に成功したのは20世紀後半になってからである。1955年3月に米国のゼネラルエレクトリック社が 高温高圧合成により初めてダイヤモンド合成に成功したこと。上述の発表後にスウェーデンのアセア社がゼネラルエレクトリック社よりも数年前にダイヤモンド合成に成功していたという発表がされた。アセア社では宝飾用ダイヤモンドの合成を狙っていたためダイヤモンドの小さな粒子が合成されていたことに気づいていなかった。現在では ダイヤモンドを人工的に作成する方法は複数が存在する。高温高圧法、編集高温高圧法は炭素2200からに摂氏400度55000から100000気圧の高温高圧をかけてダイヤモンドを合成する。静的高温高圧法では鉄、ニッケル、マンガン、コバルト、塩化ナトリウムなどの触媒や窒素などの不純物の混入などでき、 緑、黒やこれらの混合した色等の結晶として生成され、主に工業用ダイヤモンドとして研磨や切削加工に利用されている。高温高圧法は1日程度の加圧加温で合成されるが、1週間程度に加圧加温を延長して結晶の成長を促せば、宝飾品レベルのダイヤモンドは人工的に合成可能である。技術的な面では何も問題はなく、 単純な採算性の問題となっている。化学基礎成長法、編集大気圧金棒で合成が可能な化学基礎、成長法により、プラズマ状にしたガスから結晶を基板上で成長させる方法などが知られている。化学基礎成長法によって0.1から10マイクロメートル H という低速度での人工ダイヤモンド合成が1990年代に、 行われていたが、1999年頃に、米、カーネギー研究所が開発した窒素を加える方法で150マイクロメートル H の速度になってからは、ボストンのアポロ社で、宝飾用のダイヤモンドを製造して販売している。紫外線によるオレンジ色の発光や、レーザーを使用したホトルミネッセンスによる CVD 独特の吸収線、仮想ドルミネッセンスにおける、 成長模様などによって CVD と天然ダイヤモンドの違いが検出できるようになってきている。プラズマ CVD などの基礎合成法により多部質へのダイヤモンドのコーティングは可能であり一部のドリルや音響機器で実用化されている。工業用と編集上述の高温高圧合成などによって合成された工業用ダイヤモンドはもはや高価な材料ではない。 工業用ダイヤモンドにも多種あるが、金の10分の1程度の価格で取引されているものが多い。ダイヤモンドを工業用途として使用する最大の特徴はその硬さである。工業用ダイヤモンドや宝飾用途に適さない色の天然の結晶を用いることで、電子材料、超高合金、セラミックアルミニウム系合金、ガラスなどの高高度材料、軟作材料の検索。 研磨をはじめとして、切削用バイト、木材加工など、オールラウンドな加工が可能である。工業用ダイヤモンドには用途により、数ナノメートルから数ミリメートルまでの流形、形状、破砕性、表面状態などによる多くの品種がある。また、前述のバイトは、超高合金を基盤にダイヤモンドをコバルトなどとともに、焼結することによって得られるダイヤモンド焼き結体を刺すこともある。 しかしながら、ダイヤモンドは高温化で、鉄、コバルト、ニッケルと容易に化学反応を起こすなどの性質のために、鋼など鉄器合金や耐熱合金の切削には適さない。ダイヤモンドが使用できない分野では、代わりに立法省窒化放送の焼結体を用いる。半導体、編集詳細は、ダイヤモンド半導体を、 三章大部分のダイヤモンドは不動体であるが、放素が微量を含まれた IIB 型のダイヤモンド結晶は P 型半導体の特性を持ち、リンが微量を含まれると N 型半導体となる。これらを使用したメ型や MIS 型のフェット、半導体素子が研究されている。窒化系素の基板上に微量放素を含む P 型、半導体のダイヤモンドを作ると、 マイナス70摂氏600度の広い温度範囲に対して直線的に抵抗値が変化する高精度の温度センサーができる。これは圧力センサーとしての利用も検討されている。プレナー型半導体素子の土台としても用いられる。これはダイヤモンドの高い熱伝導率を持つ絶縁体であるという性質からである。特に大出力半導体レーザーや発光ダイオードでは 冷液層に再吸収された光子により超高温になる。低温 CVD により生成されたダイヤモンド基板から直接窒化物反動体操を成長できることも相まって2015年時点で主流の製造方法である。ダイヤモンドアンビルセル、編集ダイヤモンドアンビルセルは天然または人工構成のダイヤモンドを使って超高圧を実現するための機械。 小さなダイヤモンドを二つ用意し、その間に資料を挟み込んで圧縮する。小型で透明であり、サブテラパスカルまでの加圧が可能である。鉱物学や物性物理学などで用いられる。一方、ダイヤモンドそのものが大型化できないので、資料は大変小さなものにしなければならない。ダイヤモンド以外に、サファイや炭化ケ素を使ったアンビルセルもあるが、 加圧できる圧力はダイヤモンドよりも劣る。なお、アンビルとは、金床とこのことである。音響機器、編集レコードプレイヤーのレコードバリに使われるほか、スピーカーの広域ユニットの振動板としても、使用される。チタンなどの軽金属で形成されたベースに、化学基礎成長法でダイヤモンドをコーティングした製品が多い。樹脂のベースに厚くダイヤ被膜を形成し、その後ベースを、 妖怪除去し、ダイヤモンドだけで形成される振動板も登場した。宝石用の人工ダイヤモンド、編集宝石用の人工ダイヤモンドも製造可能である。天然では貴重なカラーダイヤモンドも作成可能であるが、その鑑定書を作成する公的機関では決められた手順に沿って評価され、その過程で天然、人工の区別も行われている。評価方法は目視、 顕微鏡観察から、赤外線及び紫外線の吸収、反射、透過による測定、レーザーによるフォトルミネッセンス、ラマン分光法、電気伝導度測定など、あらゆる角度で進められる。天然ダイヤモンドを取り扱う業界にとって、合成ダイヤモンドの宝石市場への進出は脅威になりつつある。天然ダイヤの流通企業らは、彼らが取得したべての特許情報を開示し、 宝石にシリアルナンバーをレーザーで刻む方法を行った。米国フロリダ州に本社を置く、ジェムシス社の公式サイトには、シリアルナンバー付きの宝石が紹介され、これらには、ジェマシスクレイテッドと、シリアルナンバーの前に、LG という文字を付け加えている。2012年3月時点、ジェムシス社は、自社が開発した1.0から1.5カラットの、 無色や黄色の合成ダイヤモンド宝石を販売し、合成ダイヤモンドアクセサリーは天然ダイヤモンドよりも低価格で、ウェブサイトで一般向けに販売している。2018年、世界的ダイヤ大手企業のデビアスが合成ダイヤモンド専門ブランドを立ち上げた。合成ダイヤモンドの独自ブランドを設けた日本企業もある。価格が安いことと、 紛争とは無縁であることが利点として挙げられる一方、天然ダイヤモンドと誤認して売買されるトラブルが起きている。日本ジュエリー協会は希少性がないという理由で宝石とみなすことに否定的である。詳細は、ナノダイヤモンドを参照ナノダイヤモンドは毒性がないので化粧品、高校内用品に利用可能である。例えばローション、フェイスマスク、乳液、シャンプー、 保湿クリーム、歯磨き粉、マウスウォッシュ液、皮膚の老廃細胞作白、皮膚接合用テープ等ダイヤモンドのイミテーションについてはダイヤモンドルイジーを参照模造ダイヤモンドについては模倣宝石模造宝石を参照ホールスネームについてはダイヤモンドルイジーダイヤモンドで終わる。ホールスネームを参照宝石用のダイヤモンドの代用品としてはジルコニアやガラスが用いられる。 ダイヤモンドとそのイミテーション、模造ダイヤモンドの見分け方として、フェルトペンで結晶の上に線を描くというものがある。ダイヤモンドは新油性の物体であり、油脂を引かない。一方、ジルコニアなどのイミテーションや模造ダイヤモンドは油を引く性質を持っている。したがって、油性フェルトペンの筆跡が残らなければ偽物だと見分けることができる。その他の方法としては、 ラインテストがある。黒い線の上にダイヤモンドをテーブル面を下にして乗せると下の黒い線は見えないが、キュービックジルコニアでは下の黒い線が透けて見える。また、本物のダイヤより高度に劣るため摩耗しやすい。宝石商などがルーペでダイヤを見て心眼を判定するシーンが映画、ドラマ等でよく見られるが、あれはカットされた角の摩耗を見ており、 本物のダイヤは当然摩耗で角が丸まることがない。また水晶などダイヤモンドとは全く蘇生が異なる鉱物を指してダイヤモンドなどと呼ぶことがある。こうした名称はフォールスネームまたはフェイクジェムストーンといい販売業者が値を釣り上げるなど手前の都合よいよう勝手にこじつけただけのものである。紛らわしいので現在はまともな宝石店ジュエリーショップでは その使用を避けている。ダイヤモンドは、その硬さと、きらびやかさから、貴重なもの、高価なもの、お金になるものの比喩としてよく使われる。また、色を関して、特定の商品を表すこともある。野球場のダイヤモンドなど、単に菱形のものに対しても使われる。記念祭では、60周年、または75周年のシンボルをダイヤモンドとする。例えば、 ダイヤモンド婚式は結婚60周年、ダイヤモンドジュビリーは60周年、または75周年の記念祭を意味する語である。高価なもののたとえ、編集形状が菱形のもののたとえ、編集宝石として登場する多くの作品以外に、以下では特徴的な取り上げられ方をされている。このほか、SF 的なダイヤモンドの用途として、地球攻撃用のレーザー軍事衛星や、 今日の各、熱線の反射ミラーなどがある。ありがとうございます。